皆さんこんにちは。この動画ではデュアルアームコアテックス A7 搭載の STM32MP1 と組み込み AI デモのご紹介をさせていただきます。 STM32MP1 はデュアルアームコアテックス A7 とコアテックス M4 を搭載した汎用 32bit マイクロプロセッサー製品です。 3D GPU を搭載しているほか、外付けメモリインターフェースや複数の通信用インターフェース、アナログインターフェースに対応しています。マルチコア構成の STM32MP1 には、Linux などの OpenOS 及びリアルタイム OS の搭載が可能となっており、お客様のご要望に合わせたアプリケーション開発やシステム設計が可能です。柔軟なアーキテクチャにより、高速処理とリアルタイム処理をシングルチップで実現できるのは、STM32MP1 の大きな特徴です。こちらが MP1 のポートフォリオです。A7 コアの動作周波数により2種類のシリーズからなり、全48製品となっています。すべての STM32MP1 製品間でソフトウェア及びピン配置の互換性があります。パッケージについては、基板コストと基板面積を最小限に抑えるように最適化された BGA パッケージでご用意しております。他の STM32 マイコンと同様に10年間の長期供給保証をしています。次に STM32MP1 のエコシステムのご紹介です。STM32MP1 ソフトウェア開発用パッケージは、ARM Cortex A7 用の OpenST Linux Distribution と Cortex M4 の STM32 Cube をご提供しています。ハードウェアはすべての機能の評価に最適な MP1 評価ボードと、試作開発や簡単なデモ用途に便利な STM32MP1 ディスカバリーボードをご用意しています。開発ツールは無償でダウンロード可能な STM32CubeMX などのほか、パートナー製の有償の開発ツールもご利用いただけます。STM32MP1 では、OpenST Linux の拡張パッケージである X-Linux AI を利用して、簡単にコンピュータービジョンを実現できます。それでは早速、MP1 を使った物体検知のデモを見てみましょう。こちらが本日デモを動かす MP157 ディスカバリーボードです。650MHz で動作する Cortex A7 が2つ搭載された STM32MP157C プロセッサーをベースに、通信用の USB ポートやイーサーネットポートのほか、Bluetooth Low Energy と Wi-Fi のモジュールも搭載しています。また、4インチのタッチパネル対応ディスプレイがついているので、今回のようなデモ用途に最適なボードです。それでは実際にデモを動かしてみましょう。今回ご紹介するデモでは、STM32MP1 シリーズ向けの X-Linux AI を使用しています。X-Linux AI には、TensorFlow Lite で生成された画像分類のモデルや、OpenCV AI の各種アプリケーションサンプルが含まれています。今回のデモは、COCO-SDD モバイルネット V1 モデルをベースに作られており、USB カメラに映っている物体の検知及び分類を実行します。ご覧いただいているように、USB カメラのプレビュー画面に重ねて、ニューラルネットワークの推論結果と信頼度が画面に表示されます。今後はこのようなコンピュータービジョンを活用した製品がますます増えていくと予想されますが、スマートオーブンもその一つです。オーブンに入れた食材や料理を判定し、それに基づいて調理時間や温度の調整を自動で行います。STM32MP1 シリーズと X-Linux AI はこのような製品の開発をサポートいたします。STM32MP1 についてより詳しい情報を知りたい場合は、弊社ホームページ及び STM32MPU Wiki をご覧ください。MP1 トレーニング動画や日本語資料、パートナー様のご紹介もしています。STM32MPU シリーズは今後も順次拡大予定です。ぜひご期待ください。以上で STM32MP1 と組み込み AI デモの紹介を終わります。ありがとうございました。